いやー、老若男女のみんな、マサトです。ということで、ドミナントガシャ塩見修子さんが来てしまいましたね。いや、リップスから2人目のドミナントアイドルということで、もうね、これは引かざるを得ないという。もうね、これガシャ実装初日からはちょっとだいぶ遅れてしまったんですけどね、ちょっと今なかなか新生活への準備などに向けてバタバタしているので、なかなかちょっとできてなかったんですが、今日はもう修子を全力で、もうそれこそ全力のお迎えスタイル、久しぶりのガシャ。いや、前回のドミナントね、サチコの時もガシャ回してたんですけど、ちょっとね、録画データが壊れてたというか、録画ボタンを押し忘れてて、ちょっとカッコつきました、録画データ押し忘れててね、動画出せなかったので、ちょっと今回ね、久しぶりのガシャ動画ですね。いや、楽しみだ、シューコ。まあね、当然これドミナント、マイドリームイーダー、違う、スイートドリーム、ガバガバ、ちょっと待って、落ち着こう。シューコに興奮しすぎている。もうね、クールキュートシューコ、あまりにも、まあシューコのね、可愛さをこのクールすぎるシューコから引き出してくれる素晴らしいドミナントガチャ、スイートドリームイーター、特訓を見て、もうこの可愛さ、もうね、さすがにこれはちょっとね、あのフレデリカっぽい感じもあって、これはね、テンション爆上がりんごのすけなんですよ。もう完全にりんごのすけ、りんごろうに対抗するまさとオリジナルキャラクター、りんごのすけです。それではプレイパス1日1回無料から、まあまあまあ、ここはね、ここでは来ない、まあ、それはね、分かりきっていること。まあ SR を抜いていく、レイコさんが僕に力を与えてくれていく、まずこれが大事、何よりもこれが大事なんです。まあ、ちょっと一回ちょっと納税いっとく、納税一回、ちょっと待って、一回納税いっとこうか、うん、納税いっとこう、一回ちょっとこの辺はちょっと一回納税を挟むことで、よりシューコへの道筋をね、綺麗にしていきたい、美しい道を示していきたい。まあまあまあ、これでね、今ミオちゃんがくれたパワーで完全に道筋が開けたわけですよ。このプラチナ10連ガシャチケット10連1枚分とりあえずあるので、これからね、やっていく、お願いしますよ、ロード。まあでもね、何度も毎回言ってますが、ロードが入ったからといって、青い風が吹き抜けていく。ちょっと待って、いや、それはちょっと違うんじゃないですか、それはあるんですか、これは久しぶりですよ、これはかなりの久しぶりですが、そんなことはあるんですか、シューコどうなんですか、シオミ、シューコさん、ちょっと待って、早すぎる。気持ちよく寝るコツは、陽気と呑気と、あとは安心があるとなおよし。僕も今陽気で呑気で安心です。ちょっと待って、10連ですか、10連なんですか、ちょっと待って、ちょっと待って、そんなことあんのこれ、よく寝た、よく寝た、いいね、鼻のクッション、めっちゃいい夢見られたよ、最高に気持ちよかった。それじゃあもう一回、おやすみ。ん、あ、やっぱダメ、起きてください、もう、いや、本当はもう少し寝ていただいていてもよかったといえばよかったんですが、だが起きていてください、ありがとうございます、かわいすぎる、見た、聞いた、かわいすぎる、あまりにもかわいすぎる、いや、こんなかわいいことある、こんなクールクーラークーレストキュートキューターキューテ、そんなことあるんですね。いや、これはちょっとえげつないですよ、いや、あまりにもえげつない、いや、ちょっとこれはさすがに MV を見ましょう。いや、ちょっと待ってください、えげつな、甘い夢ご招待。いやー、これはもうさすがにね、見るしかありません、気まぐれカフェオーレイト。いや、これはちょっとすごすぎた、いや、かわいい、見て、このちゃんとクールさも持ってるからね、これ衣装にこの黒のアクセントがね、いいんですよ。いや、これめっちゃいい。あの、ちょっとね、まあ、これ座る人がどれだけいるかわかんないんですけど、あのフレデリカのね、あの工場 SR の雰囲気がちょっとだけあるんですよ、僕の中では。いや、かわいい。
だって見てこんなに露出があるのに全然下品じゃなくて、いやこれはねほんに可愛いですね。なんかシュウコでこういうね、まあ、水着の衣装とかはあるけど、こういうなんかセクシー系の露出っていうのは結構珍しいんですけれども、いやでもね全然ね下品さがない、可愛い、そうまさにおしゃれに決まってる。いやこれはね可愛いですわ。いやちょっと待って、ほら見てください、もうね横のこのまつげのね横羽のこの可愛さこの何も考えてないよはシュウコにもちゃんと当てはまるのでいやーやっぱいいっすね、なんだかんだねやっぱねいいんすよ。いやー可愛い、いやみんな可愛い、もう最高。これだってもうあとはねこれ奏でに可愛い衣装が来たらキュート系で5人組めるようになるんでね、お可愛いですね。いや素晴らしい、こうなんかいいよね、このコンセプト的に可愛いキュート系が来たからこそメンバーのね他の曲の MV でも他のメンバーが映えるっていう、でこれは本当にね素晴らしい、いや嬉しい、ちょっとニヤニヤしちゃう、もうこれは可愛い、もう無敵です。いや可愛い、いやもう可愛い、これはねもうねさすがに天下無双、いや可愛い、あもう可愛すぎる、似合うな、うん、夢っていいね、何回だって食べられちゃう、いやもうむさぼり尽くしますよ。